近年、韓国の潜水艦技術は、以前よりも精度を上げています。ですが、海底での訪問は、すぐにわかるようですし、ドイツの技術は、もはや、韓国のものに、頼みの綱のドイツは、軍事費の低下により、活動もままならない状況に至っています。今回は、韓国の潜水艦は、ドイツ製を詳しく見ていきますね。小さな潜水艦に、たくさん詰め込んでいるけど、本当に稼働できているのか疑問です。沈んでないのか、そもそも、海底で短距離弾道を発射できるのかも疑問です。韓国海軍の潜水艦といえば、2021年8月に就役を果たしたトサンアンチャンホ9が注目を集めており、韓国が国産化を謳い、通常動力型潜水艦としては、ケウナ VLS6 機を装備した艦艇として知られている。トサンアンチャンホ9は、水中排水量3800トン、全長 83.5 メートル、全幅 9.6 メートルと、通常動力型潜水艦としては、海上自衛隊の潜水艦群に次ぐ大きさと、排水量を持つ艦艇だと言ってよいだろう。ちなみに、海上自衛隊の最新鋭潜水艦である、タイゲイ型は、水中排水量推定4200トン以上、全長84メートル、全幅 9.1 メートルほどのサイズであり、トサンアンチャンホ、9と近似値であることが見て取れる。ただし、海上自衛隊の潜水艦は、主兵装としては、533mm 魚雷発射艦を、艦首部に6門のみ装備するのに比して、トサンアンチャンホ、9は、同8門と前述のように VLS6 機も備えており、非常に重武装となっている。トサンアンチャンホ、9は、韓国では、バッチ1と呼ばれる初期型で、3隻の建造が予定されており、以後、バッチ2、バッチ3と、さらに、艦隊を、大型化し VLS 搭載数も、10機に増加させた改良型が計画されている。現行のバッチ1、トサンアンチャンホ、9では、機関部は、ディーゼル機関と鉛製蓄電池とモーター、これに、燃料電池式の非待機依存推進を組み合わせているが、以後は、リチウムイオン蓄電池の採用も見込まれる。最終的なバッチ3では、通常動力型に止まらず、機関部を原子力推進型とする案も取り沙汰されているが、現時点では、アメリカ側の同意を得られる可能性は低く、これが実現される見込みは、決して多くはないだろう。トサンアンチャンホ、9が装備する6機の VLS には、韓国国産のヒョンム 3C 対地巡航ミサイルの潜水艦仕様が搭載されると、当初は報じられており、これは、最大射程距離が、約 1500km にも達する。このヒョンム 3C 対地巡航ミサイルを搭載したトサンアンチャンホ、9を日本海側に展開すれば、地続きで最大の仮想敵国である北朝鮮全土は、もとより、日本の関東地方までも、攻撃範囲に含めることが可能となる。さらに、最近では、ヒョンム 3C 対地巡航ミサイルに変えて、韓国国産の短距離弾道弾である、ヒョンム 2B や 2C の VLS への搭載も噂されており、前者が300から 500km、後者が500から 800km ほどの射程距離だと見られている。こうした強力な対地攻撃能力を付与されたトサンアンチャンホ、9だが、軍事関係者からも、北朝鮮に対抗するだけならば、過剰な兵装ではないかとの指摘も多く、どこに向けられたものなのかには疑問も残る。このようなトサンアンチャンホ9といい、3万トン超級の軽空母計画建造計画といい、韓国海軍は対北朝鮮を念頭に置いた軍事力整備を進める上ではさして重要と思えない分野に注力しているように見える。韓国国内でも無論こうした常識的な指摘の声も聞かれるようだが、中国と同様に、日本の軍事力への優位性を示すことで、国威の発揚と、現政権への支持を高めようとする姿勢は顕著であり、
政治的なアピールが優先されているようだ。さて、ト・サン・アン・チャンホ、急に話を戻せば、韓国は、国産化を前面に押し出して、懸田に躍起だが、二十数年にわたる、ドイツからの潜水艦建造技術、ノウハウの習得抜きには、この艦の誕生を語ることは、できなかったと思われる。韓国海軍が、本格的な潜水艦を入手したのは、チャンボ5級が初めてであり、ドイツで建造された、209型潜水艦を、1993年6月に、一番艦、チャンボ5として就役させたことから、スタートした。その後、韓国は、チャンボ5級の2番艦、3番艦の2隻は、ドイツで製造された部品を自国内で組み立てる方式で調達。4番艦から9番艦までの6隻を、ライセンス生産として、2001年までに就役させている。こうして、チャンボ5級は、毎年1隻以上のペースで調達されたが、水上排水量1100トン、水中排水量1285トン、全長56メートル、全幅 6.2 メートルの艦体を持つ、比較的小型の通常動力型潜水艦だった。209型潜水艦自体は、ドイツ本国が採用していた205型潜水艦の輸出仕様であり、基本設計は、1960年代のもので、初の輸出先となったギリシャ海軍においては、1971年より就役しており、韓国海軍よりも、20年以上前のことである。209型潜水艦は、ギリシャ海軍を皮切りに、南米では、アルゼンチン、コロンビア、ベネズエラ、エクアドル、ペルー、チリ、ブラジル、中東では、トルコ、エジプト、その他、インド、インドネシア、南アフリカ、ポルトガルにも採用された。これら世界14カ国に、総数で、60隻以上のセールス実績を持つ209型潜水艦だが、その商業的な成功の最大の要因は、沿岸警備を主任務とする、中小国の海軍向けの小型の通常動力型潜水艦の選択肢が、他になかったことだと思われる。これだけ、多数の国に採用された、209型潜水艦だけあって、水中排水量も、1200トンから1800トン前後と、採用国によって幅があるが、主兵装は、伝統的に、533mm 魚雷発射艦8門で統一されており、海上自衛隊の6門よりも、もともと多い。韓国海軍では、チャンボ5級に引き続き、2002年から、ドイツの214型潜水艦を、ソン・オニル級として、ライセンス生産を開始、2007年から、2020年までの12年間で9隻を就役させている。ソン・オニル級は、水上排水量1700トン、水中排水量1860トン、全長65メートル、全幅 6.3 メートルと、チャンボ5級に比べ、若干の大型化が図られており、現在の韓国海軍の主力潜水艦だ。このソン・オニル級までのドイツ潜水艦の建造技術、ノウハウの蓄積によって、前述のト・サン・アン・チャンホ、級の建造を行うだけの実力を韓国は、整えたと言って過言ではない。しかし、一番艦、ソン・オニルは、2007年の就役直後から、騒音の問題がプロペラシャフトから、発生したとも言われており、かつ搭載する燃料電池のトラブルも多発。安定的な運用が行えていないとの指摘もある。これらは、総じて、韓国の潜水艦の部品の工作制度に起因する問題ではないかとの声も多いが、ギリシャ海軍が発注したドイツ製の214型潜水艦でも、深刻な漏水トラブルが発生すると、他国の同型艦でも不具合が発生している。ちなみに、日本の海上自衛隊も含め、各国海軍が保有する潜水艦の潜航深度は最大の軍事機密の一つでもあり伏せられているが、
ドイツの209型や214型は、輸出する手前から、前者が約300メートル、後者が約400メートルほどだと、公表されている。